長らく嘘報道といいますか、いい加減な報道が続いておりましたけれども、やっとですね、温暖化の京都会議が1997年ですから、ほぼそれから20年経って、その一部がですね、ちゃんとした科学になったと。それは最近 NASA がですね、実は南極の氷は今まで温暖化で減ってる減ってるって言ったけど、実は増えてたんだと。だいたい1年に1000億リューベだったかな、ずつ増えてますという発表をいたしました。で、私全然自分で威張るとかそういうことじゃないんですが、私が今から10年ぐらい前に書いた本にですね、温暖化すれば南極の氷は、溶けるか増えるかは難しいと。普通に考えれば、温暖化したら、それほどひどい温暖化でなければ、増えるはずだと。だから南極の氷が増えてるんだから、海水面が増えるのだから海水面がそんなに急激に上がるということはないだろうということを本に書きました。私がの本では一番売れた環境問題はなぜ嘘がまかり通るのかという本でしたけどですね、このやっと私が言ってることがある程度認められたもんですから、一応その時にはおかしいと思った人も随分おられると思うんで、ちょっとここに簡単に解説をしておきたいと思います。ここに表紙に南極の写真を貼りました。上から見た図ですね。南極というのはもともとが割合とこう細いナスビ型の土なんですけども、土地なんですけども、その上にこう雪がどんどん降りましてね、それで気温がものすごく低いものですから、それが氷になってですね、積もるわけですね。で、氷になって積もるともちろん氷河になりまして、それがだんだん積もって山みたいになっていくと、それが流れて周辺に流れていくので、南極の形はだいたい丸いんですけども、細長い大地の上に丸い氷が張っているという感じなんですね。ですから真ん中ら辺のところは土の上に乗っている氷で、それから両端がですね、どちらかというと海氷、つまり海に浮いている氷、氷は水に浮きますんでね、海に浮いてる氷とこういうことになるわけですね。で、今温度を一応マイナス20度ぐらいとしましょうか。ちょっとぐらい違っててもいいんですけど、場所によっても違いますからですね。マイナス20度とします。で、マイナス20度のところが、南極でありますね。そして全体的に地球がもし温暖化しますと、最初のうちはさほどじゃありませんが、そのうち、周りの海水温が上がってくるわけですね。そうしますと、海水温が上がると当然空気中の水分が増えてくるわけですね。これは暖かくなると湯気が立つという、そういうことで簡単に思えばいいんですね。そう、湯気が立ちますと、その湯気はどこかに降りるんですけども、普通は雨とかそういう形で降りるんですが、近くにですね、すごく寒いところがあると、そこで霜をつけるわけですね。雨が降ってその氷になる場合もあるし、霜になって降りる場合もありますね。日常的にはこういう現象は、例えば冷蔵庫を見てもらったら分かるんですけども、今は霜取り冷蔵庫になってですね、冷蔵庫に霜がつかないんですけども、昔は冷蔵庫に霜がついたわけですね。この霜っていうのは、例えば冷蔵庫の中にお湯を入れるとですね、お湯から湯気が立って、それで冷蔵庫の冷たいところに霜をつけますね。ですから冷蔵庫の中にお湯を入れていけないと、こうなるわけですね。当たり前ですけども、水ができてマイナス20度ぐらいのところがありますと、そこのところに凝縮するわけです。ですから南極のような場合はですね、温暖化がもし地球が温暖化して1度とか2度ぐらい上がった場合、こういうことになるんですね。水はですね、例えば2度上がれば、2度が上がった分だけ蒸気が増えるんですよね。2度上がった分だけ蒸気が増える。つまり1度上がって2度上がって3度上がると少しずつ蒸気が増えるわけですね。水蒸気が増える。ところが氷っていうのは違う性質なんですね。マイナス20度がマイナス19度になっても氷は氷なんですよ。氷の温度がちょっと高くなったっていうだけで全然性質が変わらないんです。マイナス18度になっても変わりません。そうすると周りの海が2度上がって、水蒸気が増えると。ところが、その南極の大地の方はマイナス20度がマイナス18度になるだけですから、相変わらずそこでは霜がついたり雪が降ったりするわけですね。つまり、その水の性質っていうのは液体になったら
温度によって変わるんですけども、固体つまり水の場合はですね、氷の場合はですね、温度が変わっても、まあ、見かけ上そんなに変わらない、まあ、ものすごく細かく見れば氷の状態が少し変わるんですけど、まあほとんど変わらないわけですね。ですから、まあ、南極の温度がマイナス20度ぐらいなので、周囲の温度が2度上がったら周囲から発生する蒸気は増えて、雨なんかも増えたり霜なんかも多くつくんですが、南極の方は相変わらずマイナス18度だと、こういうわけですね。まあ、ですから南極の氷が増えるか、温暖化によって増えるか減るかは難しい問題なんですよ。もしも氷の、陸地の上に乗ってる氷だけだったらそう言えるんですけども、最初に言いましたように南極の両端がですね、今度は海に浮いている氷なんですね。これは南極の氷に一番端があると、南極大陸は形なしてますよね。ということは一番端、これはまあ科学的な考えで、まあ、ある程度皆さんに科学的な考えをちょっと垣間見てほしいんですけども、科学者ってのはどう見るかっていうと、なんで端があるのっていうことはちゃんと自分の中であるわけですね。つまり真ん中に雪が降る、それがマイナス20度としますね。それが少しずつ少しずつ外側にこう氷河となっていきますね。そうするとついに海水にぶつかるわけです。で、海水はわずか、マイナスなんですね。お塩が入ってますから、ちょっと過冷却の状態になっておりますね。ですからそこに出てっても氷はすぐ溶けません。氷自身はあんまり塩分を含みませんよね。一回蒸発したものですから、NaCl とは分離して、空中に浮いておりますからですね。純粋な水がこう海水の中に行きますね。だから本当は溶けていくんですけども、海水の方が少し0度以下になってるもんですから、まあ、溶けずにだん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 外側に進出します。で、少しずつ少しずつ外側に進出しますと、やがてですね、海水温度が0度を超えるところに到達しますね。そこで氷が溶けるということになるんで、南極大陸の外側にも海に浮かんだ氷が、まあ、できると、まあ、こういうことになりますね。で、海に浮かんだ氷の方は、まあ、次にちょっとお話しますが、これは溶けても溶けなくても海水面は変わりません。そういう意味では、温度が20度も上がるとですね、南極大陸自身が0度ぐらいになるんで、その場合はまあ全面的に溶けると思うんですが、温度が1度上がったり2度上がったりするっていうぐらいではですね、南極大陸の氷は若干増えるかなという感じなんですよ。これは観測しなきゃ分かんないんで、まあ、今度の観測値が分かるわけですね。まあ、しかし後でちょっとこれ話しますけども、まあ、私が分かったぐらいですからね、10年前とか20年前に、もちろん物理とか科学やってる人たちはですね、学者はですね、もうほとんど全員分かります。大学の先生でもしてるとか、高校の理科を教えてるような先生方はですね、日本中の先生全員がですね、温暖化したら南極の氷は増える方向に行くかもしれない可能性が高いというふうに思っておられたと思うんですね。しかしそれは口をつぐんでました。なんでつぐんでたかっていうと、マスコミに叩かれるからですね。今のマスコミっていうのはですね、科学的なことを科学的に言ったままでは叩くんですよ。私がある小学校の先生方を講演したらですね、6年生を担当してた男の先生がですね、私が子どもたちに正しいことを教えようとすると父兄から電話がかかってくるって言うんですね。 NHK と違うことを教えてもらっては困るっていう、そういう電話がかかってくる、どうしましょうかという質問を受けたことありますね。ですからこの、南極の氷は温暖化1度とか2度温暖化したら増える可能性が強いということは、日本の多くの物理科学の先生方は知っておられたわけですけれども、口に出せなかった。この口に出せなかったっていう方が、むしろ今後の日本ですね、私たちが子供に託す日本ではですね、むしろその方が問題かもしれませんね。ですね、お湯から湯気が立って、それで冷蔵庫の冷たいところに霜をつけますね。ですから冷蔵庫の中にお湯入れていけないと、こうなるわけですね。当たり前ですけども、水ができてマイナス20度ぐらいのところがありますと、そこのところに凝縮するわけです。ですから、
南極のような場合はですね、まあ、温暖化が、もし地球が温暖化して1度とか2度ぐらい上がった場合、こういうことになるんですね。水はですね、例えば2度上がれば、2度上がった分だけ蒸気が増えるんですよね。2度上がった分だけ蒸気が増える。つまり1度上がって2度上がって3度上がると少しずつ蒸気が増えるわけですね。水蒸気が増える。ところが氷っていうのは違う性質なんですね。マイナス20度がマイナス19度になっても氷は氷なんですよ。氷の温度がちょっと高くなったっていうだけで全然性質が変わらないんです。マイナス18度になっても変わりません。そうすると周りの海が2度上がって、水蒸気が増えると。ところが、その南極の大地の方はマイナス20度がマイナス18度になるだけですから、相変わらずそこでは霜がついたり雪が降ったりするわけですね。つまり、その水の性質っていうのは液体になったら温度によって変わるんですけども、固体、つまり水の場合はですね、氷の場合はですね、温度が変わっても、まあ、見かけ上そんなに変わらない、まあ、ものすごく細かく見れば氷の状態が少し変わるんですけど、まあ、ほとんど変わらないわけですね。ですから、まあ、南極の温度がマイナス20度ぐらいなので、周囲の温度が2度上がったら周囲から発生する蒸気は増えて雨なんかも増えたり霜なんかも多くつくんですが、南極のは相変わらずマイナス18度だと、こういうわけですね。まあ、ですから南極の氷が増えるか、温暖化によって増えるか減るかは難しい問題なんですよ。もしも氷の、陸地の上に乗ってる氷だけだったらそう言えるんですけども、最初に言いましたように、南極の両端がですね、今度は海に浮いている氷なんですね。これは、南極の氷に一番端があると。南極大陸は形なしてますよね。ということは一番端。これはまあ科学的な考えで、まあ、ある程度皆さんに科学的な考えをちょっと垣間見てほしいんですけども、科学者ってのはどう見るかっていうと、なんで端があるのっていうことはちゃんと自分の中であるわけですね。つまり真ん中に雪が降る。それがマイナス20度としますね。それが少しずつ少しずつ外側にこう氷河となっていきますね。そうするとついに海水にぶつかるわけです。で、海水はわずか、マイナスなんですね。お塩が入ってますから。ちょっと加冷却の状態になっておりますね。ですからそこに出てっても氷はすぐ溶けません。氷、それほどひどい温暖化でなければ、増えるはずだと。だから南極の氷が増えてるんだから海水面が増えるのだから海水面がそんなに、急激に上がるということはないだろうということを、まあ、本に書きました。私がの本では一番売れた環境問題はなぜ嘘がまかり通るのかという本でしたけどですね。この、まあ、やっと私が言ってることが、まあ、ある程度認められたもんですから、一応その時にはおかしいと思った人も随分おられると思うんで、ちょっとここに簡単に解説をしておきたいと思います。ここに表紙に南極の写真を貼りました。上から見た図ですね。南極というのはもともとが、割合とこう、細いナスビ型の土なんですけども、土地なんですけども、その上にこう、雪がどんどん降りましてね。それでまあ気温がものすごく低いものですから、それが氷になってですね、積もるわけですね。で、氷になって積もるともちろん氷河になりまして、それがだんだん積もって山みたいになっていくと、それが流れて周辺に流れていくので、南極の形はだいたい丸いんですけども、細長い大地の上に丸い氷が張っているという感じなんですね。ですから真ん中ら辺のところは、土の上に乗っている氷で、それから両端がですね、どちらかというと海氷、つまり海に浮いている氷、氷はまあ水に浮きますんでね、海に浮いている氷とこういうことになるわけですね。で、まあ今温度を一応マイナス20度ぐらいとしましょうか。ちょっとぐらい違っててもいいんですけど、場所によっても違いますからですね、マイナス20度とします。で、マイナス20度のところが、南極でありますね。そして全体的に地球がもし温暖化しますと、まあ、最初のうちはさほどじゃありませんが、そのうち、周りの海水温が上がってくるわけですね。そうしますと海水温が上がると当然空気中の水分が増えてくるわけですね。これは暖かくなると湯気が立つという、まあ、そういうことで簡単に思えばいいんですね。そう、湯気が立ちますと
その湯気はどこかに降りるんですけども、普通はまあ雨とかそういう形で降りるんですが、近くにですねすごく寒いところがあると、そこで霜をつけるわけですね。雨が降ってその氷になる場合もあるし、霜になって降りる場合もありますね。あの日常的にはこういう現象は、例えば冷蔵庫を見てもらったらわかるんですけども、今はあの霜取り冷蔵庫になってですね冷蔵庫に霜がつかないんですけど、昔は冷蔵庫に霜がついたわけですね。この霜っていうのは、例えば冷蔵庫の中にお湯を入れるとですね、お湯から湯気が立って、それで冷蔵庫の冷たいところに霜をつけますね。ですから冷蔵庫の中にお湯入れていけないと、こうなるわけですね。当たり前ですけども、水ができてマイナス20度ぐらいのところがありますと、そこのとまあほとんど変わんないわけですね。ですから、まあ、南極の温度がマイナス20度ぐらいなので、周囲の温度が2度上がったら、周囲から発生する蒸気は増えて、雨なんかも増えたり霜なんかも多くつくんですが、南極の相変わらずマイナス18度だと、こういうわけですね。まあ、ですから南極の氷が増えるか、温暖化によって増えるか減るかは難しい問題なんですよ。もしも氷の、あの陸地の上に乗ってる氷だけだったらそう言えるんですけども、あの最初に言いましたように、南極の両端がですね、今度は海に浮いている氷なんですね。これはあの南極の氷に一番端があると、南極大陸は形なしてますよね。ということは一番端、これはまあ科学的な考えで、まあ、あのある程度皆さんに科学的な考えをちょっと垣間見てほしいんですけども、科学者ってのはどう見るかっていうと、なんで端があるのっていうことはちゃんと自分の中であるわけですね。つまり真ん中にあの雪が降る、それがマイナス20度としますね。それが少しずつ少しずつ外側にこう氷河となっていきますね。そうするとついに海水にぶつかるわけです。で海水はわずか、マイナスなんですね。お塩が入ってますから、ちょっと過冷却の状態になっておりますね。ですからそこに出てっても氷はすぐ溶けません。氷自身はあんまり塩分を含みませんよね。一回蒸発したものですから、 NaCl とは分離して、空中に浮いておりますからですね。純粋な水がこう海水の中に行きますね。だから本当は溶けていくんですけども、海水の方が少し0度以下になってるもんですから、まあ、溶けずにだん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 外側に進出します。で少しずつ少しずつ外側に進出しますと、やがてですね海水温度が0度を超えるところに到達しますね。そこで氷が溶けるということになるんで、南極大陸の外側にも海に浮かんだ氷が、まあ、できると、まあ、こういうことになりますね。で海に浮かんだ氷の方は、まあ、次にちょっとお話しますが、これは溶けても溶けなくても海水面は変わりません。そういう意味では、温度が20度も上がるとですね、南極大陸自身が0度ぐらいになるんで、その場合はまあ全面的に溶けると思うんですが、温度が1度上がったり2度上がったりするっていうぐらいではですね、南極大陸の氷は若干増えるかなという感じなんですよ。これは観測しなきゃ分かんないんで、まあ、今度の観測値が分かるわけですね。まあ、しかし後でちょっとこれ話しますけども、まあ、私が分かったぐらいですからね、10年前とか20年前に、もちろん物理とか科学やってる人たちはですね、学者はですね、もうほとんど